はい、皆さんこんにちは。円岡の小渕です。本日は論理表現1、レッスン2のパート1、サブノートのね、練習問題を解いていきましょう。そろそろね、テストが近くなってきました。ね、まだ授業で終わってないかもしれませんがね、自分で解いて丸付けをね、してみてくださいね。それでは、頑張っていきましょう。はい、それではサブノート12ページ、13ページ、レッスン2のパート1の練習問題を解いていきましょう。まず一番ですね。括弧内から適切な語を選び、英文を完成させましょう。はい。括弧一番が、彼は昨年日本に来ました。はい。来ましたというね、過去形ですね。ってことは、これは過去形の came ですね。はい。He came to Japan last year となります。括弧二番は、私は昨夜宿題をしませんでした。ここにも昨夜とありますね。で、しませんでした。過去形です。そして、これは一般動詞の do ですからね。これは did not ですからね。はい。この be 動詞と間違えないようにしましょうね。3番は、あなたは昨夜、彼女に本を渡しましたか？これも昨夜、渡しましたかだからね。過去形です。did you？ はい。で、こう一般動詞の疑問文 did を使いますが、その時、動詞は必ず原形にしますね。ですからこれは give です。疑問文の時は必ずね、動詞は原形に戻しましょう。Did you give a book to her last night? となります。括弧4番は、この辺りには以前は2つの建物しかありませんでした。このThere is とかね、there are というのは、なんとかがあるとか、人ならば、なんとかがいるという意味だよね。はい。で、これは、まず、時制がありませんでした。過去形です。ですから、現在形の are はダメですよね。はい。で、この場合は、どこを見るかというと、この、there is there の後ろですね。Only two buildings という、この後ろを見ましょう。ここが buildings という複数形ですね。ってことは、過去形であり、複数形ってことなので、これは were を使いましょうね。There were only two buildings around here before となります。はい。では、四角二番ですね。並べ替えていきましょう。括弧一番が、彼の友人はタクシーで病院へ行きませんでした。はい。行きませんでした。過去の否定文ですね。His friend。はい。ってことは、did not はね。did not。で、動詞は go ですからね。go。で、どこどこに、to the hospital。で、by taxi となりますね。この場合は、手段を表す場合です。はい、過去2番が、あなたの犬は先月病気だったのですか？はい、だったのですか？ですからね、疑問文です。ですから、be 動詞を前に出しましょう。was、主語はあなたの犬ですので、your dog。で、病気ってことだから sick を使いましょう。で、last month。で、クエスチョンマークね。was your dog sick last month? となります。括弧3番が、父も母も私にはとても厳しかった。父も母もですからね。my father and mother ってことかな。はい。my father and mother。 はい。で、厳しかった。はい。were very 厳しいってのはこれですね。strict です。strict with me となりますね。
このストリクトはね、厳しいというね、形容詞ですので、はい、この B 動詞が必要ですからね。ね。で、very というのはとてもってことですからね。were very strict となりますね。かっこ4番が、ジェーンはそこでは多くの写真を撮りませんでした。はい。これ、主語はジェーンですね。はい。ですから、ジェーン、撮りませんでしたということですかね。過去の否定の形です。ですから、did not、写真を撮るは take ですね。did not take。で、多くの写真ですので、many photos ですね。で、そこでですから、there ですね。はい。Jane did not take many photos there となります。ちなみに、there はね、そこでというね、副詞になりますからね、注意しましょう。括弧5番は、あなたはその本にどのくらいの金額を支払ったのですか？はい。どれくらいの金額？はい。ってことは、これはいくらってことだからね。how much を使いましょうね。はい。まず文頭に how much です。で、支払ったのですか？疑問文ですので、did you 支払いという pay を使いましょう。Did you pay for the book? で、クエスチョンマークとなりますね。はい。pay というのはね、支払うという意味です。はい。このようになりますね。はい。では、四角3番ですね。はい。括弧内に適切な語を入れて英文を完成させましょう。括弧1番が、私は以前に人参が好きではありませんでした。はい、キャロッツ。これは人参ですね。はい。好きではなかった。OK ですね。ですから、これはもちろん好きなので、like が来るんですけど、カッコが2つですからね。これは did not って言うんですかね。I did not like carrots before となりますね。カッコ2番は、バーネットさんは昨日どこで昼食をとったのですか？どこでは where ですね。はい。ってことは、これは、取ったのですかというね。まあ、イエスではありますからね。はい。過去の疑問文です。ですが、これはね、単純に did よりはいいね。where did Mr. Barnett have lunch yesterday? となります。括弧3番が、私の兄は3年前、緑駅の近くに住んでいました。はい。これは、3 years ago ってことね。過去のことです。はい、住むというのは、leave ですよね。はい。保険しますからね。これ、leave の後ろに、ね、d をつけましょう。leave でです。my brother lived near Midori Station 3 years ago となります。括弧4番が、いつ自転車の鍵をなくしたのですか？はい。で、まず、いつですね。いつは when だよね。はい。で、なくす。なくしたのですかっていうね、ことですから、なくすって単語ね、これは lose です。はい。ね、lose は lose, lost, lost と活用します。はい。ですから動詞はね、原型ですからね、これは lose が入りますよね。はい、原型ですよ。そして、なくしたのですかというね、過去形ですからね。はい。did を入れましょう。when did you lose your bike key? となりますね。はい。では、四角4番ですね。括弧内の指示に従って英文を書き換えてみましょう。はい。で、あなたの本はあの机の上にあります。your book is on the desk. これを過去形にしましょう。ってことは、過去形にってことはね、もちろんこれは書いてませんが、動詞を過去形にしようってことね。ってことは、この文の動詞は、is ですよね。はい。ですから、これ is を、もちろんこれは、was にすればいいよね。はい。ですので、答えは、このようになります。your book was on the desk となります。はい。括弧2番が、先週私はとても忙しかったです。
I was very busy last week. はい。ってことは、これは否定文にしますからね。はい。B 動詞の was の後ろに、これは not を入れればいいよね。was not、もしくは wasn't にすればいいよね。はい。ですから答えはこのようになります。I was not、もしくは wasn't very busy last week となります。はい。カッコ3番が、Meg は友人に手紙を書きます。Meg writes a letter to her friend. はい、これを過去形にしましょう。はい、先ほども言ったよね。過去形にってことは動詞を過去形にします。はい、今回は writes という一般動詞ですね。はい。で、write ですが、write は、write, wrote, written という活用する動詞です。はい、過去形はこれですね。wrote です。ですからね、Meg wrote a letter to her friend となりますね。はい。ですから答えはこのようになります。Meg wrote a letter to her friend となりますね。括弧4番は、ケンタは昨日サッカーの試合を観戦しました。ケンタ watched a soccer game yesterday。はい、これを Yes No の疑問文にしましょう。ということは、観戦しましたかと。形にすればいいですね。ってことは、これは過去の疑問文ですからね。did を入れましょうね。そして、この動詞の watch とはね、原形しましょう。ということは、この ed をね、取って原形すればいいですよね。はい。ですから答えはこのようになります。did Kenta watch a soccer game yesterday? となります。はい。過去5番ですね。私たちは公園で野球をしました。We played baseball in the park. はい、これを否定文にしましょう。ってことは、野球をしませんでしたんすべね。はい。ってことは、これはね、この we と played の間、ね、動詞の前に didn't と入れましょうね。そして、この ed をね、取って原形にしましょう。はい。ですから答えはこのようになります。We didn't, もしくは did not play baseball in the park となります。はい。お疲れ様でした。今やってるね、文法事項は中学校の時のね、復習になりますのでね、抜けがないようによくね、確認をしてくださいね。それでは、また次回お会いしましょう。See you!